か、俺の船によ。させてたまるかよ。エースさん、待っとれよ。くそ、生意気だ。降りたきゃわしを殺していき、ガキども。じいちゃん、奇跡。
見抜くな、ルフィ。かなったれが。麦わらボーイ、エースボーイ、こっちはバタ足に任せて、早く行きな。奴らを逃がしてはならんぞ。おっと、クソ生意気だ。おっと、奴らの逃げ道を塞いでおかねえと。そんなに知っていか。それ以上ここにいてやる義理もラジオ接収するぞ。俺の意地見ろよ。エースが解放されりゃあとは海軍を食い止めるだけだ。望むのヘーハー大宴会限定挑戦。あなたれどもその意気だ。エース、こっちだ。船を用意してやる。急げ。おやじ。おっと、簡単には逃がさねえ。あいつを倒さないと逃げられねえ。俺の能力で溶かしてやるよ。邪魔だな、おい。海軍に残
邪魔はさせねえよい。本気で逃げられると思うちょるんか。めでたいの。Thank you.
れた人を馬鹿にすんじゃねえ。悲しくなけりゃ生きる価値なし。海賊に行き場所はいらん。ロゴムの大宴会巨人空手奥義プライ。応戦くれじゃ。ルフィ君を船に運ぶんじゃ。置いてきなよ麦わらのルフィをさ。よっ。誰も逃がさないよ。クソ生意気だ。エースが守り、親父が認めた男、俺たちが新しい時代に送ってやるんだよい。海賊どもを追い込め。最後の一人まで叩きつけなくて。クソ生意気だ。海軍が混乱してる。今のうちに親父の援護に向かうぞ。クソ生意気な。息子と呼べねえな。命を取って俺がけじめをつける。闇は引力よ。全てを引きずり込んでやる。俺の時代はもうすぐ来るんだ。邪魔してもらうぜ。ティーチ、貴様はどういうつもりだ。七分の称号はもういらねえ。もう用済みなんでな。あれが巨人空手奥義。終わりだよい、フェニックス。応戦。
何が家臣軽率おめえの弱点だ。その先を見せてみろ。ゆららら